is Laugh and Music. FM Osaka 85.1. FM Osaka. みんなで作るラジオ。ファンタスティックレディオ。FM Osaka. みんなで作るラジオ。ファンタスティックレディオ。こんばんは。ブタマン、ファンタスティックのリーダーパフォーマンス世界堂。こんばんは。551僕ら中島ソトです。今週のファンラジもこの2人でお届けします。よろしく。よろしく。いや2人で届けるけど、よろしくなんか前回もすごい盛り上がったみたいで。盛り上がったな。前回好評だった。お前の誕生日会だったな喜んじゃった。今日はハイチーズの日なんだってよ。内容と声が全然違う。合ってない。語呂合わせらしいぜ。合ってないんです。ハイチーズの日ですよ。何ハイチーズの日って。何ですかハイチーズの日って。語呂合わせってどういうこと。8月22日ハイチーズ。チーズ。チーズが22ってこと。チーズが22なんだ。ハイが8月ってことか。うん、なるほど。むずっ前回のチーズケーキめちゃくちゃ美味しかったですけどね。うまかったね。なんかそこでお二人が思う最高のチーズを使った料理は何ですかって。チーズフォンデュの中で一番好きなのは何ですか。ブロッコリー。ブロッコリー確かにめちゃくちゃわかるな。あとでも普通にドリアとかね。あドリア好き。いいっすね。昔よく食べに行くイタリア料理屋のドリアがあって、へそこすごい好きだったんで。おしゃれっすね。僕チーズナン。あいいねカレーのね。インドカレー行って、絶対1枚目はチーズナンっすね。1枚目からチーズナンなの。あれ違うんすか。俺2枚目ぐらいだわ。あでもまあ1枚目の時もあるかな。チーズナン行ってまだ食べれたらナン。普通のやつ、はい、ナンからチーズナンって結構なボリュームになりません。あ俺結構ある。そうなんすね。あるある。ウーバーイーツする時あるわ。そうなんすか、うん、チーズ、まあチーズケーキもねやっぱ王道に美味しいっすよね。うまい。さっきの先週のが美味しかったっすからね。美味しかった。びっくりしましたよ、はい、そんな、はい、今日のファンラジはふつメルの回です、うん、先週までお誕生日会が続いていたのでここでまだご紹介できていないふつメルをたっぷり読んでいきたいと思います、はい、ということで僕たちファンタスティックスとファンタジスタのみんなで作るラジオファンタスティックレディオ今週もスタートで す FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。さあというわけで早速ファンタジストの皆さんからふつメルを紹介していきたいと思いますけども、はい、じゃあソータ君からいきましょうか。わかりました、はい、ファンタジストネーム兵庫県のすずはさん、はいはい、皆さんこんばんは。こんばんは。バトルオブ東京参戦しました。おなかなか普段ジュニアエグザイル全員が集まることがないので毎回 BOT は楽しみにしているライブです、うん、個人的にダンスバトルが見てる側からしてとてもすごく嬉しかったです。楽しかったです。はい。ダンスジャンルやスタイルに分けてグループが組まれているからこそよりいろんなメンバーのパフォーマンスが見れて改めてパフォーマーってかっこいいなって思いました。そこで質問で、ファンとの皆さんがこのメンバーのパフォーマンスかっこいいなと思った方はいますか。教えてほしいです。また来年もバトルオブ東京開催されることを楽しみにしています。おこれはめちゃくちゃわかる。本当に楽しいですよ下で見てて。あそうなんだ。爆上がりです。まあでも俺も出番ギリまで見てるじゃん。ああそうですね。そうそうそう。あ面白いねあそこ。やっぱ世界さんマジでかましてますよ。いやだってさもうなんか一番大鳥じゃん。うん、もうなんか LDH のパフォーマーを背負ってる、パフォーマーつうかもう引いてはボーカルも含めて、はい、なんかこうジュニアエグゼイルを背負ってる感が半端ないのよあそこ。いやでもそのめちゃくちゃ半端ないじゃないですかその最後の最後に。最後の最後だもん。全員が注目して、うん、それでもかませるあれあれって直前どういう気持ちなんですか。いや何も。パフォーマーみんなもう、うんすごい緊張するんですってやっぱしてるよね。でなんであんな落ち着いてんのとか、うん、あの台下このステージの下ってみんなで見てるんですよ。あそうなんだ。最後そうなんだ。でうわーって言ってるんですよあれ。あそうなの。ダメだもう強いダメだこれ強い言ってる人想像できるなとかアランさんとかめっちゃ上手い人やばいわみたいなずっとうめえダンスうめえって言ってそのままみんな移動していくんですよ。あそうなんだ。ギリまで見てるんですよ。なんかスタッフさんも移動ですって言ってるんですけど、もう世界さんまで見て移動したいからみんな、まあ、レオもいるしね俺の前にね。そうそうです。直前でまで見てみんな走って移動してるんですよ。ウケる。あそうなの。爆上がりしますからね。あそうなんだ。あそこなんかみんな見てないんだろうなと思ってたわ。いや毎回かませるのがすごいなって。いやいやもう大変ですよ。しかもファンタじゃないですか。うん、ファンタ同じチームだもんね、みたいな。あの感じもねテンション上がるし、逆にその世界さんから見てこいつのダンスバトル結構いいなっていうの。いやーでも今回いつもと違くてさ、はい、前2回はユータ俺で締めてて、そうですね、俺ユータで締めるかどっちかだったけど、うん、今回レオとこう俺じゃないですか、はい、
で、まあ、レオはねもう変わらずちっちゃい頃から知ってるから、ね、もうレオと俺でもうどちゃくそアングラの現場にしてやろうと思って、いやそこをね、マジですごいっすよあそこ。そうで、あそこも本当は一番最初にあんなに近づく予定もなかったんだけど睨み合うシーンがね、はい、直前にあるんですけど、なんか、ね、本番になったら2人ともオラーってなっちゃって、あそうなんですね、そう近づいちゃったんで、もう本当にキスできそうだった、もうしてましたよもうぐらいその熱量あったし、それでも2人ともかます感じがね、まあでも個人的には今回ユータがね、あ新しい鳥の務め方をです、ね、まあ、リキとユータ、リキもいいですね、と、まあ、俺が各ラウンドの締めになってんだけど、ね、はい、かな、リキとユータの締めの感じはすごい俺的にはグッとくる、ね、いや間違いない、本当ダンスかっこいいわみんな、なんかユータがすごい今回曲がさいつもと全然違うじゃん、はい、あれのなんかこう意味合いも俺もなんとなくわかるから、うん、すごいなんかユータグッとくるなみたいな、でリキはリキでこうすごいひょうひょうとしてるけどちゃんとちゃんと、あ、ちゃんと燃えてんだなっていうのが分かる感じ、うん、確かにが、あそこは結構それぞれのパフォーマーの性格がよく見えるからね、はい、こう振り付けじゃないから余計にね、なんかボーカルがソラを歌ってるのと、うん、いやそれで言ったらあなたたちのね、はい、ソラだって、いやいやでもあれはいいですね、すごいじゃないですか、ありがたいですねコラボで、あとタイのチームも何チームいるじゃないですか、でモニターにみんな集まって見てるんですよそうなんで、めちゃくちゃ盛り上がってますからね、へーもうワーオって言って、みんな多分ダンス好きなんだろうなと、すごいヒップホップ感で、あのライブ見てると思うよね、はい、めっちゃダンス好きなんだろうなと思うよね、めちゃくちゃ上がってるのがねやっぱかっこいいですね、へー、ありがとうございます、続いて大阪府の雨女パヤさん、はい、ファンとの皆さんこんばんは、こんばんは、アリーナライブ4公演お疲れ様でした、ありがとうございます、メンバーそれぞれ見せ場があって終始目が足りない状態で大変でした、うん、ファイナル追加公演も楽しみにしています、ありがとうございます、ファンラジ雨男話を発端にたくさん差し入れがあったと言っていましたが、うん、皆さんがライブの楽屋にあったら嬉しいちょっとテンションが上がる差し入れは何ですか、なるほどね、差し入れ、なるほどね、まあ、甘ファンと甘党多いからな、甘党多いっすよね、甘いものは割とみんなすぐなくなるよね、うん、僕もねずっと言ってるのは本当にリクロージさんのクロワッサンですね、いつもありがとうございます、ありがとうございます、ソータファムいつもありがとうございます、いや世界さんもいっぱい食べてくれるんで本当に食うあれめっちゃ美味しいですよ、マジでうまい、甘くてでないとこもあるんですって、あれ店舗によっては、あそうなの、そうなんですよ、すげえさすがだね、はい、あれめちゃくちゃ美味しいんですよ、楽しみ、世界さん差し入れ結構テンション上がるイメージありますけど、ある、本当にこれがあったら最高、まあ、マックか、マクド、マクドかミスド、あーミスド確かに分かるな、かな、何派ですかミスドの中だったら、意外かも思われるかもしれないけど、はい、ポンデリング、めちゃくちゃ王道めちゃくちゃ王道ポンデリング、あーでも僕もなんだポンデリング、ポンデリングかダブルチョコレートかな、そのファンタの楽屋で、うん、ミスドのあったじゃないですか、あーあったね、あったね、誰か半分だけ食べて入れてる人いましたよ、絶対ケイト、ケイトっすよね、絶対ケイトが優勢でしょ、みんなでこれなんだよって言って、その時にいたのが沢さん、僕、堀夏くんだとマネージャーさんだったんで、多分そこのメンバーではないんですよ、うん、あじゃあもう 100K とか優勢だ、そこっすね、優勢は多分半分残すはないな、あないっすね、食べるですもんね、じゃあ K とじゃん、か大輝くん、そうですよね、大輝くんだな、大輝ありえるな、でも大輝くんは多分もともと切って半分置くタイプ、そうだね、 K とはかじってかじって半分置くタイプ、食べかけじゃないね大輝はね、そうもう先に切っとくタイプなんで入れとくっていうのは K とだな、じゃあ K とっすね、あれよくないっすね、あれ K とだよ、はい、勝手に言いますけどもK とですわ、あれ次行きます、もう閉める、じゃあ一回閉めよう、一回閉めますか、じゃあここで一曲お届けしたいんですけども、はい、この流れではありますけど自分たちのバラード曲ですね、それでは聴いてください、ファンタスティックスで Maybe in Love、 FM 大阪からファンタスティックスの世界と中島壮太がお送りしていますみんなで作るラジオファンタスティックレディオ、今日はふつメルの回ということで後半もまだまだメールをご紹介していきます、はい、じゃあお願いします、ちょっとねこれいい読んでお願いします、天ヶ崎のリュウさん、はい、ファンタスティックスの皆さんこんばんは、こんばんは、僕は最近大好きだった彼女から別れを告げられてどん底にいました、はい、そんな中ファンタスティックスのアリーナ大阪2日間行きました、すごい元気をもらいました、嬉しい、そして勇気を出してもう一度話し合いをしないかと言ったところ、お話し合いをしてくれることになり、おなるようになる
栄養になるというソータ君の言葉を胸に、はい、しっかりと気持ちを伝えてこようと思います。ファンタスティックスの皆さん応援してください。リュウよ、すごいじゃん。ファンタのライブ来て振られた彼女にもう一回アタックし直したってことだよね。で本当にそれぐらい愛があるんですね。大好きなんだからね。でもソータのよく言ってなるようになる栄養になるっていうあれを胸にだってよ。嬉しいっすね。だから振られてもなるようになる。そうっすね。なると思うんじゃん。だからその最終的には栄養になってるしなるようになってるみたいなことですよね。自分の思うように。これはすごい。これででもどうなんだろうね。女性って難しいだろうな。そうっすね。タイミングと言い方が全然。一回ね振られたらね、一回別れたらもうちょっと期間空けないとむずいんじゃないかなと。どう言ってもいやこれは空けば空くほどむずいと思います。あ逆にそっか、空けば空くほど次の出会いがありますから。一回その見てる可能性もありますからね。本当に愛はあったら私にもう一回来るじゃんって思ってる可能性もある。彼女から悪い女やないやいや分かんないですよ。だから来てくれたら本当に愛があるんだ、試されたって。もう一回私も愛を確かめようで、そうなってほしいね。そうなってほしい。いやーこれなんか事後報告してほしいよね。そうっすね。ちょっとこのどうなったかね、連絡してほしいです ね。それを僕らが読むかどうかちょっとわからないですけど、はい、読みたい。いつかね読むタイミングがあれば。なんか結婚したとかさ、すげえな、嬉しい報告してほしいね。リュウ2日間来てくれたのも嬉しいしね。いやだからソータの歌と優生の歌を聞いて勇気を出したんだね。一緒にね叶えていきましょう夢を。話をしてくれるってことはまだあるかもしれない。あれ全然ありますよ。期待。すごい素敵。頑張れ。頑張れ。頑張れ。じゃあファンタジスタネームジャスティのママさんから来ました。皆さんこんばんは。こんばんは。ママさん。はい、ママさんから。突然ですが、皆さんが最近購入したこれいらんかったなーっていう買い物はありますか？私は主人の誕生日に結構な大きさの筋トレマシンを購入しましたが、ここ数年は荷物置きとかしています。大きすぎて捨てるにも捨てれず、置き場所にも困っています。よく考えたら主人は体力仕事なので筋トレマシンは必要なかったです。なるほど。なるほど。これいらんかったなーはあるんすか？俺？はい。基本で欲しくなったらすぐ買っちゃうからな。なんでもなんかそのイメージありますよね。そうだからいらないものはないね。捨てるけど、いらないものっつってもだからもうなんかちっちゃいネジとかさ、そういうの電池とか買うんすか？買う。ちっちゃいネジ。ネジとか電池とか買うじゃん。何に対してですか？いやその使うものに対してさ、あと締めなきゃいけないところとか出てくると、おもちゃとかで、はい、あそこのネジだけないとかさ、そういうこうミニ四駆作る時にあネジだけないとかとかの時に買った余ったネジはいらないかな。めっちゃいらないですね。めっちゃいらない。そんぐらいちゃう。あじゃあ結構いるものなんすね。うん、多分世間一般の皆様から理解されないかもしれませんが、あ僕らにとってはもう死ぬほどいるものばっかりなんで。なるほどなるほど。基本いらないものをはないかも。その物欲的にはその趣味以外にはあるんですか？どういうこと？アニメ系な。テーブルとかってこと？そうですそうです。とか楽器とか。楽器はあるね。まあ楽器はある。 あるあのカホーンとか欲しいもん。へえ。あでもそう、いらないものあるわ。えあの楽器楽器何の楽器楽器何のっすか？間違えてスチールドラムを2個買っちゃって。2個。あスチールドラム違う、あの手で叩くやつがあんだけど、はい、それ間違えて2個買っちゃって、あのアマゾンで購入するところが2になって見落としてしまい、で家に2個あんのよ。あなるほど。疲れた時だけもう2個ストレス発散。2個だけこうやってテレンって叩いてるけど。すごいな、これいらんかったな。でも1個でいいなとは思う。まあまあそうっすね、間違えちゃったっすもんね。そうだ多そうだなこれ。いやまあ多いかもしれない。いや多くないんですよね。僕物欲全くないんで、で普段あんま買わないんですけど。またまた物欲全くない。豚骨スープ現象起きてますって。豚骨スープはマジで物欲ないわ。嘘でしょ。まあ堀さんとかと比べるとですね。あそのファッションとか。でもカメラとかするやん。好き欲しいですね、いっぱいあるやないかい。先生この何ですかね、どうしてもっていうのはないですね。あ耐えれるっていうか、余裕があれば
家とかのスペースもあれば買うけど、はい、急に買ったりしますね。あー、衝動買い的な。はい、もう全部多分衝動買いですね。あ、じゃあもう決めて、欲しいもの決めて買うっていうよりかは、あー、ないっす、ね、もう見て、はい、パッと見のインスピで買うみたいな。とか何年後にこれ絶対買いたいとかはないんですよ。うわー、小吉さんタイプかもね。へえ。バンバンかな、あの衝動的に買うタイプだから、うん、お金もっと稼ぐようになったら多分やばいんちゃう。確かにその感じある。今スピーカーとかヘッドホンとかにすごい、ほら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 、そう、それ沼だよ沼。確かに物欲めちゃめちゃあるやん。そう、それめっちゃ調べてますね。スピーカーなんて沼よ。で音によってで聞き分けようとしてるから、そうでしょ、ね、いっぱい買おうってんで、この前も買っちゃったんですよね。いやいや、もうあるやん。確かに音楽系のものはお金かかりますからね。間違いない。ケーブルもいいの買わないといけないし、まあ、でも他にかけないんで、うん、そこにかけようかなって思ってますけど、まあ、飯とそんぐらいか、はい、家とその楽、ね、音楽系。飯も好きだもんね、そうだね。そうですね、基本は、ね、でも誰かと行くのが好きなだけで。あ、一人で行くことはないね。まああんまりないですね、一人はありますけど、うんうん、あとはまあ本当お香立て3、4個あるんですけど。なんでよ、絶対1個でいい。あれいらんやん。あれマジで1個でよくて。お前んち何、4つぐらい部屋あるん。いや、まあ、ちょ、あのその置くとこによってはあるんですけど、4個も絶対いらない。どこに置くんよ。おしゃれだなと思って買っちゃったりとか。捨てられる、ちゃんと。捨てられない。え、捨てられない証拠がない。捨てられないっすね、あんまり。後輩にあげたりとか。へえ。お香立て、後輩もらったっていらないでしょ、多分。いらない。だから実家に送るのもあるし。おいおい、都合よく実家に送んなよ。そうなんですよ。廃棄処理場にするなよ、実家を。そうなんですよ。でも使ってくれたらね、嬉しいでございます。ファンタジスタネーム、大阪府のキーちゃんさん。皆さん、こんばんは。こんばんは。毎週楽しく聞かせていただいています。私は保育園で働いているのですが、その保育園に来る男の子たちが4歳や5歳にでもなれば自分のことを僕から俺と呼ぶようになっています。決して悪いわけではないのですが、一丁前に大人、ま、一丁前に大人になっていくのがなんだか寂しいなと。ファンタの皆さんはいつから自分のことを俺と呼ぶようになりましたか。うわー、最後にふさわしい。ふさわしいね。世界さん、ずっと俺なイメージ。俺早いよ。本当っすか。俺もめっちゃ早い。どれぐらい。俺保育園だ、同じぐらいかも。へえ。てか僕ってあんま言ったことないな。へえ。テレビに出るときにとか、ちっちゃい頃ね、はい、テレビに出るときに僕って使いなさいって親に言われた時は使っ、うん、親とか先生とか、はい、ライオンキングやってる時とかね、あ、言われてたけど、プライベートは常に俺だったね。なるほどなるほど。ちっちゃい時から。なんかそのエグザイルさんの先輩でも結構俺っていうイメージあるんですよね。世界さん、先輩と話してても、あ、俺もそうっすねとか。あ、そうかも。僕ね、それ絶対できないんですよ。僕もそうですねっていうタイプだ。はい。あ、なんでだろう。多分同じダンサーだからじゃない。あ、ダンサーでかいっすね多分。確かに世界さん、しかもちっちゃい頃から先、うん、めっちゃ上の先輩とかと絡んでるじゃないですか。そうだね。でそれも許される関係でもあるしっていうことっすよね。でも哲也さんとかも宇佐さんに俺って言ってるから、その流れかも。逆にその僕って使う人います。世界さんが今、ヒロさんとかには何て言います。ヒロさんも俺って言うのは。あ、そうなんだ。うん、飯食ってる時も、いや俺もそうですねとか言うかも。あー、そっか、そんなイメージありますね、うん。え、逆にそうだ、俺っていつ使うの。俺ほんケイトとかで話してる時だ。そうです、そうです。か、その同級生とかバリスティックボーイズとかといる時。そうだね。なっちゃんにも僕だもんね。僕ですね。ね、いや本当に徹底してるんだろうね。もう、え、ご両親は、親と話す時は、僕は、僕ね、あんま言わないですね。でたまに恥ずかしいけど、そうだって言いますね。ちょっと前までは。どういうこと。あ、そうだ、もやるわそれって。何それ。はい、マジで、ね、恥ずかしいですよ。まあまあなカミングアウトしますけど。嘘。嘘。そういうタイプなん。はい。でも幼馴染もそうなんですよ。そうだ、もやるわって言うんだ。はい。へえ。まあでも妹おるしな。そうっすね。ね、なんかそのオラついてる感じがあんま出したくないんですかね。俺ってあんま言わないイメージあるよね。でもソータは僕って言っててほしいよ。あ、願望的に。そうっすよね。でも分かんない、これがもうちょい年上行って後輩がもっと増えてきたら、こう俺って言うかもしんないね。まあ全然、もしかしたらね。しかもたまに出るのは出るんで、関西弁とかだと、ああ、
もうあの勢いの時は全然言うんで。だってリキアとかさ、あのバリの、うん、リキアとか喋ってる時は俺だもんね。あ、もうガンガン俺です ね。ケイトとかも俺だな。ケイトはまあそうだねかな。俺はそうだね。そっか、意外と盛り上がったな。意外と盛り上がった盛り上がりましたね。はい、ということでそろそろお時間来たということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。 FM 大阪ビジネスクラジオファンタスティックレディオ。ギャルマインドが好き FM 大阪からファンタスティックスの世界と中島壮太がお送りしてきましたみんなで作るラジオファンタスティックレディオ、エンディングのお時間となりました。はい、ありがとうございます。なんとまさかの壮太くんのこれだから、そのどっかの雑誌取材の時とかに誰にも言ってない秘密で言おうとはしてたんですけど、まさかのファンラジで言ってもたか。24歳の誕生日を迎えてすぐに言ってしまったという。まあでも最近は言ってないんで、はい、ダセ。ちょっと前なんで、ダッサ。あんまそのあんまつぶやくとかやめてな。やば。そうですね。いいね。まあ番組ではファンタジスタの皆さんからのメールをお待ちしています。メールが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼント。そして番組にメールを送ってくださった方の中から抽選で5名の方にファンラジオリジナルマスキングテープをプレゼントします。そしてファンタスティックスからのお知らせですが、ニューシングルテルミンが発売中です。そして今週末ファンタスティックスアリーナライブ2023ホップステップジャンプザファイナルが開催されます。8月26日土曜日、27日日曜日の2日間です。有明アリーナにて。さらに今月末からはライブステージバックトゥーザメモリーズパート3がスタートします。関西は8月31日木曜日から9月3日日曜日オリックス劇場にて上演です。ポップアップストアも8月30日水曜日から梅田ヘップ5 8階にてスタートです。お願いします。その他メンバーここでもいろんな活動をしておりますので、今後の予定に関して詳しくは EXILE トライブモバイルの中にあるファンタスティックスのページや SNS をチェックしてください。お願いします。ということで今夜はファンタスティックスでテルミンを聞きながらお別れです。はい、FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、この時間のお相手はファンタスティックスのリーダーパフォーマー世界とボーカル中島壮太でした。バイバイ。